ご途中の皆様、そして、また次、通学途中の皆様、おはようございます。私、地元でお世話になっております。介護福祉士、元県庁マンの佐藤修一。本日は、この地元、古市橋駅をお借りいたしまして、朝のご挨拶をさせていただきます。最後までご協力よろしくお願い申し上げます。皆さん、一昨日で、補正予算、通りました。補正予算、衆議院の方を通りました。この補正予算にあり、まあ、私たちの、最後には、保育で働いている、人たちのお給料を 3% 上げる、まあ、そういう財源が確保されたということであります。まあ、しかし、考えてみますと、3% ではとても足りない、そういう状況ではないでしょう。おはようございます。まあ、しかも、岸田さん、まあ、これはいいことではあるんですが、働く人全体のお給料 3% 上げなさいと言っているわけです。介護と、いや、保育と、他の産業のお給料の格差。このままでは治りません。現場の人手不足。お給料が低いから、人が辞めていく。おはようございます。そして、また、辞めていくからきつくなる。きつくなるから現場の人間関係が悪化する。さらに人が辞めていく。まあ、そういう悪循環を止めることはできません。おはようございます。私、佐藤誠一。そして私が応援しております、令和新選組は、引き続き、介護や保育で働いている人のお給料、10万円アップ、時給10万円アップ、これをガツッと、しっかり、掲げて、頑張ってまいります。岸田さんにさせるように頑張ってまいります。もう衆議院選挙は、終わっちゃいましたんで、政権交代はありませんが、しっかりせよ。そういうふうに、岸田さん、私、佐藤誠一も、この、広島、総理のお膝元から、ガツンと、声を上げて、まいります。おはようございます。そして、また、ガソリンの高騰、大きな影響があちこちに出ているわけであります。私、佐藤誠一と、令和新選組、まあ、消費税は廃止。そして、インボイスも、もちろん消費税と一緒に廃止と。これは、従前から掲げておるところでありますが、おはようございます。ガソリン税も、当面、ただにしていきましょう。まあ、気候変動とは絡みがあると言われますが、ガソリン税を下げたからといって、じゃあ車に乗る量を増やした。皆さん増やしたと言ったら、そういうことはないと思います。おはようございます。皆さん生活がギリギリの中で、本当に通勤等、仕事等に必要だから、車に乗ってる。それ以上に乗るということは今の状況では多くの人はないでしょう。今は、まずガソリンの税をゼロにしていく。皆さんの負担を減らす。皆さんの所得を増やし、そしてあなたの負担を減らす。これが私たち、令和新選組の政策であります。おはようございます。徹底した財政出動で、皆さんの所得を増やし、皆さんの、負担を減らし、その先頭に、私、佐藤修一、そして、令和新選組、立って、参ります。おはようございます。ガチ奨学金は、さらにしてまいります。学費はただ、そして奨学金はさら、私、佐藤誠一、令和、そして令和新選組、しっかりと取り組んでまいります。そもそも、教育費がただというのは、これは、
諸外国では常識でありますし、日本も実は国際条約に入っておりますから、これはもうしっかり、おはようございます。学費はただにしていかなければいけない。教育は無償化していかなければいけんのです。これは、諸外国を守るということにしていかんといけんのです。しっかり、予算を確保して取り組んでいきましょう。財政出動を行って、そういったところに財政出動を行って取り組んでいこうではありませんか。前の安倍さんも、それは結構お金は使います。しかし、ご自分の知り合いの怪しげな学校法人とか、そういうところが儲かるだけ、あるいはアベノマスクという形、ああいう形で無駄に使うだけであります。そうじゃなくて、皆さん、お一人お一人、あなたの家計を助けるために、私、佐藤修一、そして、県は新選組、財政出動を行ってまいります。教育費はただ、学費はただ、そして奨学金はただ、若い皆さん方が重荷を背負って人生をスタートするということはないよ。人生のスタート地点で重荷がなくて、しっかり果敢にチャレンジができるように、私、佐藤修一と令和新選組はしっかり応援をしてまいります。もちろん、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの世代の皆さんも、学費、ただ、奨学金からしていけば、子供さんの学費の負担で、老後破産、こういう心配もなくなります。ぜひとも、若い人たちだけの問題と考えて、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの世代の皆さんも、令和新選組、そして私、佐藤誠一の学費から、奨学金から、この政策にご賛同いただければ幸いでございます。おはようございます。私、地元でお世話になっております。介護福祉士、元県庁マンの佐藤修一、佐藤誠一でございます。本日は、この古市町駅、1945年、8月6日、小説、黒い雨の主人公、静間重松が被爆した後、命からがら流れてまいりました、この古市町地域におきまして、お伝えをさせていただいております。お仕事、またお勉強、お疲れ様でございます。一週間とお仕事、お勉強、本当にお疲れ様でございます。おはようございます。無理のない程度で、頑張ってください。もっと頑張らんといけんのは皆さんじゃなくて政治であります。おはようございます。お仕事、お勉強、週間、誠にお疲れ様でございます。本日は私、佐藤修一、この地元の古市町駅にしまして、お借りいたしまして、ご挨拶をさせていただいております。介護福祉士、元県庁マンの私、佐藤修一であります。令和新選組の政策のご紹介を本日はさせていただいております。消費税、インボイスは廃止、そしてガソリン税は当面はゼロ。しっかり皆さんの負担を減らしてまいります。家賃補助制度、こういったものも導入してまいります。若い皆さん方も、そしてお年寄りも住まいで困らないようにしっかりと応援をしてまいります。私、佐藤修一でございます。おはようございます。住まいは県知事。安くて追い出されない住宅の確保、そして家賃の支援、今回のコロナ、あるいは、たび重なる水害の教訓に、しっかりと、作ってまいります。おはようございます。お仕事、お勉強、誠にお疲れ様でございます。一週間、誠にお疲れ様で、ございます。
本日も一週間最後という方もいらっしゃるでしょうが、多いでしょうが、本当に無理のない程度に頑張ってください。もっと頑張らないといけないのは政治であります。おはようございます。佐藤政治と令和新選組、しっかりと雇用を増やしてまいります。おはようございます。介護や保育、あるいは学校の制度、医療、そういった分野でしっかりと足りない現場の公務員は確保して補充してまいりましょう。非正規の公務員も今は非常に多くなっている。特に女性の方、高い専門性をお持ちでありながら、いや専門性が高いからこそ非正規で雇うということがあぶこめのことが起きてしまっています。私、佐藤誠一、そして令和新選組非正規公務員、しっかり正規にしてまいります。非正規の差別、そして使い捨て、本当に深刻であります。そして今、お前正社員の方も、お前正社員だったらこれぐらい我慢せえということで、正社員の方の労働条件も引き下がる、非正社員の方の打診して下がるということも起きています。私、佐藤氏、そして令和新選組、非正規の差別や使い捨て、まずは役所が先頭に立って、これをなくしてまいります。あなたの所得を増やし、あなたの負担を減らす、そして良質の雇用を生み出し、そして皆さんの暮らしの安心、介護や保育や、おはようございます、医療や、あるいは教育、あるいは防災、そういった分野の暮らしの安心をしっかりと確保してまいります。さて、所信表明演説で岸田さん、憲法を変えるということをおっしゃいました。そもそも内閣総理大臣、公務員です。憲法を守って仕事をするのが役目ではないでしょうか。今のある憲法を守って仕事をする、これが総理大臣の仕事、公務員の一番トップの総理大臣の役目です。その総理大臣が憲法を変えるというのは本当はおかしいことであります。そしてまた、例えばコロナだから対応のために変えといけん、本当でしょうか。コロナについては私佐藤誠一、そして令和新選組、しっかりとこれは災害指定をする、そうすれば十分に対応ができるということを繰り返し訴えさせていただいております。コロナは災害指定です。おはようございます。すれば国が絶対に対してガーッとガツッと財政支援ができますし、皆様に対するお一人お二人に対する保障というのも非常にやりやすくなるわけです。日本全国を原始人災害に指定すればいいわけです。コロナ災害という名の激甚災害にすればいいんですよ。三国志とかのゲームでも疫病というのはこれ災害に分類されています。コロナを災害指定して何が悪いでしょうか。憲法を変えるよりもそっちの方がよっぽど現実的な対応ではないでしょうか。しかも自民党さんが言っているような緊急事態条項、総理大臣に権限を集中させるというものです。本当の災害の時、おはようございます、現場の自治体よりも、総理大臣の判断の方が優先される。そうなるとかえって機能しなくなる。総理大臣が何歩優秀であっても細かいところまでは把握はできません。むしろ現場の都道府県知事とか市町村長が仕事がやりやすいように予算や人をしっかり用意する、これが総理大臣の災害、コロナを含めて災害の時の役目ではないでしょうか。そういう意味ではコロナ対応で憲法を変える必要は全くない。むしろしっかり災害指定をして、それこそ
クーポンじゃなんじゃ、まあ、そういう、ね、話じゃなくて、もう皆さんお一人一人にドーンと20万円かける、おめでとうございます。3ヶ月お伺いする感染対策にご協力いただいた、そういうお礼としてお困りをする、それくらいのことをすべきではないでしょうか。おはようございます。そしてコロナの前から厳しく、そしてコロナによって追い打ちをかけられた、それ皆さんはお一人お一人の暮らしや、まあ、介護現場、医療現場、保育現場、そういう現場、しっかり財政出動して立て直し、その先頭におはようございます。私、佐藤誠一、立ってまいります。教育費はただ、学費もご紹介をしていく、あたり皆さんが重荷を背負って人生の、社会人としては人生の出発をしないで済むように、しっかり出発地点では重荷がない状態でさせていただき、学費ただ、奨学金からで私、佐藤誠一、そして令和新選組は皆さん応援してまいります。そしてまたお父さん、お母さんやおじいちゃん、おばあちゃんの世代の皆さんと、お子さん、お孫さんの教育負担による老後さんのリスクを減らしてまいります。私、佐藤誠一、令和新選組の政策であります。おはようございます。私、佐藤誠一、そして令和新選組、おはようございます。しっかりガツッとこの気候変動対応いたしまして、おはようございます。災害防災庁を作り、そして災害救助隊で国内外対応する、おはようございます。災害救助で国際貢献をする、そういう日本を作ってまいります。おはようございます。また私、佐藤誠一、令和新選組、ガツンと原発なき脱炭素、これはしっかりと取り組んでまいります。原発なき脱炭素、しっかりと取り組んでまいります。まあ、この広島に最も近い原発は伊方原発、90キロしか距離はありません。伊方原発の耐震性というのは、皆さんのお家の半分以下しかないんです。そういうずさんな脆い原発、おはようございます。もし大きな地震があれば、放射能で汚染された水、海水が瀬戸内海、そして太田川を伝って広島はもちろんのこと、広島市の中心部、そして安佐南区、長津川沿いまで坂を登ってまいります。こうした伊方原発を含む原発はゼロにしていく、すぐやめる、その代わりそこで働いている皆さんはしっかり廃炉のための担当の国家公務員として働いていただきます。ですから原発関係で働いておられる皆さん方と安心して、私、佐藤誠一、そして令和新選組への支持をご検討いただければ幸いであります。そしてもちろんクリーンなエネルギー、特に分散型のクリーンなエネルギー、地域密着のエネルギー、そういったところにガツッと投資をする、おはようございます。広島の技術も生かして、しっかり、原発なき脱炭素、これしっかりやり遂げていきましょう。火星地も原発もない、そして環境破壊もない、貧困もない、そういった世界、私、佐藤氏、この広島から皆さんと一緒に作ってまいる覚悟であります。来年の参議院選挙を前にガツンと取り組みたいと思います。おはようございます。
らっしゃいませ。お仕事、お勉強、誠に、お疲れ様で、ございます。しかし本当に頑張らんと、意見論は政治であります。おはようございます。佐藤誠一。本日は、この、古市町駅。1945年8月6日、小説、黒い雨の主人公、静岡市にます。皆さんから、日が来た後、逃れてまいりました。この古市町駅前、地元駅前をお借りいたしまして、私、佐藤誠一。介護福祉、元店長マンの私、佐藤誠一のお伝えさせていただいております。皆さんの負担を減らし、そして皆さんの所得を増やす、その先頭に立ちてまいります。奨学金はただ、学費はただ、私、佐藤誠一、そして令和新選組、しっかりと取り組んでまいります。おはようございます。私、本日はこの古市駅前をお借りいたしまして、私、佐藤誠一、そして応援をさせていただいております。令和新選組の政策のご紹介をさせていただいております。おはようございます。一週間のお仕事、そしてお勉強、誠にお疲れ様で、ございます。本日金曜日、一番最後という方も多いと思います。どうか無理のない程度に、頑張ってください。ほんまに頑張らんと見てるのは政治であります。さあ、皆さんお一人一人のおはようございます。頑張りというのももちろん尊いものでありますが、限界になります。政治というのは、みんなの暮らしを良くすることができる、そういうものであります。おはようございます。本日はこの古市町駅前におきまして、お伝えをさせていただいております。佐藤誠一、海洋福祉士元店長の私、佐藤誠一、大臣の参議院選挙を前にいたしまして、私と、そして、令和新選組の政策のご紹介をさせていただいております。まあ、学費、ただ、申しますと、大阪も取り組んでおられますが、大阪でされているようなものとは、また違います。大阪では、学校の先生をみんな派遣社員にしたりして、給料を下げまくる。そういったことです。総結果として、優秀な先生がいなくなるということが起きています。私、佐藤誠一と、令和新選組は、そうじゃなくて、しっかりと、先生にも、ちゃんとしたお給料を出して、働いてもらう。その上で、皆さん方の、学費は、ただにする。そして、奨学金も、ただにする、ということであります。中身をきちっとした上で、ただにするのが私たち、私、佐藤誠一、そして、令和新選組の政策であります。おはようございます。いってらっしゃいませ。お仕事、お勉強、誠にお疲れ様で、ございます。私、地元でお世話になっております。介護福祉士、元、店長が、佐藤修一でございます。本日はこの古市町駅前におきまして、令和新選組、そして佐藤修一のお伝えをさせていただいております。本日はこの古市町駅をお借りいたします。事務所から最も近い、JR の駅であります。この古市町駅をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。佐藤誠一でございます。こちら、参議院、広島再選、最近はお世話になりました。来年の参議院選挙へ向かまして、県の将来、リベンジを立ててまいります。私、佐藤誠一、そして、令和新選組、皆さんの、あなたの所得を引き上げ、
あなたの負担を減らし、そして良質な雇用を生み出し、あなたの暮らしを安定させる、その先頭に立ってまいります。おはようございます。いってらっしゃいませ。ご登場中のお皆様、そしてまた、こんにちは、市立支援の皆様、私、こちら、令和新選組、令和、私、佐藤市、令和新選組の政策のご紹介を、させていただいております。本日は、この古市橋駅前をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。最後で働いている皆さんのお給料、西田さんが言うような 3% では全く足りません。しっかりと上げてまいります。しっかりと上げてまいります。10万円、月10万円アップ、目指して頑張ってまいります。西田さんの方針には、一般の労働者も 3% 上げる。そして、介護も保育も 3% 上げる。これでは、かえって格差が広がってしまいます。人材の確保にはなりません。しっかり、最後、保育のお給料、10万円、その先頭に立ってまいります。また、地域の公務員の皆さん、しっかりと地域で働いていただけるように、取り組んでまいります。もう衆議院選挙は終わっちゃいましたので、当面の政権交代というものはございません。しかしながら、岸田さんに対して参議院の方からガツンと、庶民の暮らしをしっかり立て直す。それをここで頑張れ。そして、また、発信しを出す。そういう方向で頑張れ。そういうふうにガツッと声を上げていく。それがこれから大事であります。そのスタートして、これが来年の参議院選挙であります。おはようございます。来年の参議院選挙に向けまして、ガツッとこの地元の広島からも声を上げていきましょう。私、佐藤修一、そして応援させていただいております。令和新選組、何があっても失敗するな。そんな国をあなたと作りたい。あなたの所得を増やし、あなたの負担を増やし、徹底した財政出動で行ってまいります。おはようございます。消費税は廃止。そして、また、ガソリン税は当面ゼロにしてまいります。もちろん日本よりガソリン税が高い国必要でもあります。ノルウェーなんかそうです。しかし、もう日本とは全然違うんです。日本よりは格差が少ないし、貧困も少ない。そういう国と日本を一緒にしてはいけない。日本では、やはり今は、庶民の負担を減らすと。これを今、しっかりやって、コロナの前から厳しく、コロナが追い打ちをかけた、そういった皆さんの暮らしをしっかり立て直していく。その先頭に、私、佐藤修一、そして、令和新選組が立って、参ります。おはようございます。いってらっしゃいませ。お勉強やお仕事、誠にお疲れ様でございます。私、佐藤修一でございます。本日は、この古市橋駅をお借りいたしまして、お伝えさせていただいております。ご視聴中の皆様、私、佐藤修一、地元でお世話になっております。最後、福祉士、元県庁マンの佐藤修一。
本日はこのプレイ調子駅を取り出しまして、お伝えをさせていただいております。おはようございます。おはようございます。本日はこのプレイ調子駅をおきましてお伝えさせていただいております。佐藤誠一と誠英は先生より、あなたの所得を引き上げ、あなたの負担を減らす。そしてあなたの良質な雇用を増やし、あなたの暮らしを安定させる。本当にシンプルであります。今日は先頭に立ってまいります。この指令様からも立ってまいります。そういう方向で、ガツッと、岸田総理に、お答え申して、終わります。おはようございます。本日は、この、古市橋、駅前におきまして、お伝えをさせていただいております。佐藤誠一、本日は、この古市橋、駅におきまして、お伝えをさせていただいております。ご通行中の皆様、そして、古市橋、駅前の皆様、お探しをしております。最近、通学途中の皆様、お探しをしております。私は、佐藤誠一でございます。本日はこの、古市橋駅をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。おはようございます。私、佐藤誠一でございます。古市橋駅周辺の皆様、佐藤誠一でございます。本日は、しっかり、介護の、保育のお給料 3% とは言わず10万円しっかり上げてガツンと上げるように岸田総理に、それを上げていきましょう。もちろんお年寄りや障害者の皆さん方も負担にならないように国費をしっかり投入してのお給料の私たち、令和新選組は、掲げております。私、佐藤修一でございます。おはようございます。お仕事、本当にお疲れ様でございます。本日は、これから寒くなっていく予報でございます。お気をつけて、お過ごしください。本日の程度に、お仕事やお勉強、頑張ってください。本当に、頑張っていけるのは、政治であります。私、佐藤修一、そして、令和新選組の政策、そして政治姿勢のご紹介を、本日は、この古市橋駅におきまして、させていただいております。ご登校中の皆様、そして、古市橋駅周辺の皆様、私、佐藤修一でございます。本日は、この、地元をお借りして、お伝えさせていただいております。奨学金はキャラ、学習はタダ、もうしっかりと取り組んでまいります。もちろん、安かろう悪かろうではなくて、おはようございます。しっかり、先生を補充する、学校の先生、ちゃんとしたお給料で補充した上で、奨学金キャラ、そして学習無料、取り組んでまいります。おはようございます。いらっしゃいませ。お仕事、お勉強、お疲れ様でございます。一週間お疲れ様でございます。足りない、現場公務員、介護や保育、福祉、あるいは教育、あるいは防災、そういった分野の足りない現場公務員、これしっかりとちゃんとしたお給料で、正規で補充をしてまいります。正規の方は、正規として、働いていただき、非正規に対する差別や期待して、国や自治体が戦闘者となくように、私、佐藤修一、そして、令和新選組、頑張ってまいります。ご登校中の皆様、そして、古市橋駅周辺の皆様、おはようございます。そして、通勤途中の皆様、通学途中の皆様、おはようございます。
本日はこの古い忙しい一枚をお借りしてお騒がせしております。最後までご協力よろしく願い申し上げます。おはようございます。ご都合中の皆様、そして、エジ救援の皆様、おはようございます。私、佐藤修一でございます。本日は、このフリーチマス、一周年、皆様に、ご迷惑をおかけしております。本日最後までご協力いただければ幸いでございます。学説と財政出動を行い、あなたの所得を引き上げ、あなたの負担を減らし、あなたの暮らしを安定させてまいります。消費税は、そしてインボイスは廃止、ガソリン税はただにする、米はただにする。ありがとうございます。そして、コロナは災害指定をして、しっかりした、給付や補償を行う。コロナ対策で、憲法を変えるということは全くいりません。おはようございます。本日、コロナの前から厳しく、コロナが追い打ちをかけた皆様の暮らしを立て直してまいります。まずは、財政出動。そして、中小企業は、コロナでも儲かっているような、大儲けしているような、超大手企業、超大金持ち、適切にご負担をいただく、消費税とか、そういう乾いたタオルを絞り上げ、庶民から絞り上げる、中小企業から絞り上げるのではなくて、しっかりと、負担、できる方に負担をいただく、大の負担にしていただく、その先頭に、私、佐藤修一、そして、応援させていただいているもの、では、新選組は、勝ってまいります。本当に、そういう方法でもう、世界は変わってきているんです。今年、イギリスでの、G20 の国際会議で、そういう方法で決まったんです。これまでの20年、30年、サービスが確保しまくる。そして、また、庶民の給料は減らし、庶民の税負担だけはどんどん増やしていく。そういうやり方の、政治、もうやめにしようではありません。やめていただこうではありませんか。まあ、衆議院選挙終わっちゃいます。政権交代当面ありません。しかし、岸田総理に対して、例えば、最後は保育の給料を守る、上げると言ったけど、しょぼいじゃないか。3% と言わず、しっかり10万円上げろ。そういった方向でしっかり出す。おどういう。これが大事です。私、佐藤修一、参議院において、皆さんと一緒に、ガツンと、おどを言って、前に、その先頭に立ってまいります。おはようございます。地元でお世話になっております。私、介護福祉士、元県庁町の佐藤修一、佐藤修一でございます。今、牛乳が値段が下がって、これ大変だという状況になっております。ちょっと前は、バター不足と言われて、今は逆に余る。どうなっているんですか。牛は急には育てません。私、佐藤修一。そして、令和新選組しっかり、酪農に対しても、所得補償、価格補償を行ってまいります。おはようございます。おはようございます。ヨーロッパ、アメリカ含めて、他の諸外国では第一次産業にきちっと保護をしている。これが常識なんです。所得保障や価格保障をする。これが常識です。牛とか、急に育てません。農作物は健康に左右されます。だからこそ価格保障、所得保障が必要なんです。日本みたいに全て、日本ほど市場原理に任せすぎている。そんな国はありません。日本みたいな国は先進国ではありません。まあ、しっかりこの点も保障していく。
酪農家の皆さんの経営をしっかり支えていく、価格交渉をしていく、まあ、そうしないと、また酪農家が潰れる、コロナが収まったけど今度は牛がいなくてまた爆発、そういう馬鹿げたことが起きてしまいます。食料の安定供給のためにもしっかり一次産業には価格保障あるいは所得保障を行う、食料安全保障は私佐藤誠一、そして令和新選組ご指示を賜れれば幸いでございます。おはようございます。お仕事ご勉強、本当に本日は誠にお疲れ様でございます。一週間お疲れ様でございます。おはようございます。お仕事ご勉強、一週間本当にお疲れ様でございます。最後までご協力申し上げます。一週間、本当に誠にお疲れ様でございます。本日も、無理のない程度に、頑張っていただければ幸いでございます。私、佐藤誠一、そして令和、新選組の政策のご紹介を、今させていただいております。ご都合中の皆様、そして古島地域周囲の皆様、おはようございます。私、佐藤誠一で、ございます。本日はこの取り締まし、お借りいたしまして、対応させていただいております。奨学金は、ただ、学習は、ただ、しっかり、取り組んでまいります。日本も、条約を、入っておりますから、これはもう、しっかり、学習は、ただ、奨学金、ただ、スピーチしかないです。あとはちゃんと予算をつけるだけ、佐藤誠一、そして令和新選組、当面は財政出動を行ってやってまいります。ご都合中の皆様、そしてまた古市町、駅周辺の皆様、私、佐藤誠一、佐藤誠一でございます。本日はこの古市町、お借りいたしまして、お伝えさせていただいております。もちろん、松江市、新市条約も、しっかりと進めてまいります。ノルウェーなど、オブザーバー参加を調べ始めた国もあります。日本と同じように、いわゆる西側の国でも参加をしだしている国があります。世界で最初の戦争被爆国、日本が参加をしないでどうするでしょうか。岸田総理の地元から、私、佐藤修一、そして、令和新選組も、しっかりと声を上げてまいります。おはようございます。本日、おはようございます。古市町、駅周辺の皆様、そして、また、ご都合中の皆様、私、佐藤修一で、ございます。本日は、この、駅前をお借りいたしまして、お伝えさせていただいております。おはようございます。お仕事やお勉強、本当に無理のない程度に頑張っていただければ幸いでございます。お仕事やお勉強、本当に無理のない程度に頑張っていただければ幸いで、ございます。本当に頑張らずいけんのは政治であります。個々人の頑張り、もちろん尊いものでありますが、しかし限界がございます。みんなの暮らしをよくできるのは政治。まあ、しかし、みんなに大迷惑をかけるのは政治であります。文書を裁断したりとか、自分のお友達だけを優遇したり、そういうことがなってしまう、政治ではなくて、皆さんの暮らしを救う、皆さんの暮らしを良くする、そういう政治、そしてもちろん、
気候変動を含めて環境破壊を止め、そして持続可能な、地球にしていく、そういう政治、これしっかりと日本の平和で地域が世界そこで先頭に私佐藤誠一令和新選組の皆さんと一緒に、立って、参ります。おはようございます。フリーチョバ政治経営の皆様、そして、またご通行中の皆様、おはようございます。私たちは令和新、私は佐藤誠一、元新庄の最後副主席の佐藤誠一でございます。本日はこの古市町駅前におきまして、お伝えをさせていただいております。佐藤誠一、佐藤誠一で、ございます。ご都合中の皆様、そして古市町駅周辺の皆様、通勤通学途中の皆様、おはようございます。消費税は廃止、そしてガソリン税は消費ゼロ、佐藤誠一、そして令和新選組の政策でございます。徹底した財政出動で皆さんの所得を引き上げ、皆さんの負担を減らし、皆さんの暮らしを守ってまいります。介護や保育で働いている皆さんのお給料10万円アップ、あるいは看護師の皆さん、しっかりとした人員配置で負担を軽減してまいります。私、佐藤誠一、そして、令和新選組、皆さんの暮らしの安心、皆さんと一緒に作ってまいります。おはようございます。来年の参議院選挙、この広島においては、大きな組織に忖度するのではなく、あなた、皆さんお一人お一人に忖度する。そういった議員を、この広島から立つ先頭に、私、佐藤誠一、立って、参ります。本日は、この古市町駅前、そして、また、皆様、そして、次、通学途中の皆様に、私、佐藤誠一、そして、ご一緒に活動させていただいております。令和、新選組の、政策のお伝えをさせていただいております。おはようございます。いらっしゃいませ。佐藤誠一、本日は、この古市町駅前におきまして、お伝えをさせていただいております。介護や保育のお給料、9000円アップじゃしょぼいよ、寿司屋さん。10万円アップしようよ。それぞれにガツッと、私、佐藤誠一、そして令和新選組、ガツッと提案をして、参ります。給付も18歳以下に10万円、それにはしょぼい。感染対策に協力をいただいた、そういう意味合いで、もうしっかり10万円かける3、みんなに配ろうよ。そして、コロナは憲法を変えるんじゃなくて、災害指定をして、おはようございます。現場の自治体が仕事をしやすいように、そしてスムーズに保障がしやすいように、やろう。私、佐藤修一、令和新選組、その先頭に立ってまいります。おはようございます。いってらっしゃいませ。一週間、お仕事やお勉強、誠にお疲れ様でございました。金曜日、本当に今週最後と、いう方もいらっしゃる、多いと思います。お気をつけて、お過ごしください。無理のない程度に頑張ってください。本当に、頑張らんといけんのは政治であります。政権交代は当面ありませんが、ガツッと、岸田さんに、皆さんの暮らしを良くする。そして、また、発生費をなくす。そういう方向で、頑張ってもらうべく、ガツッと、声を上げてまいります。おはようございます。本日はこの古市町駅前におきましてお伝えをさせていただいております。
佐藤修一、元県庁マン介護福祉士の佐藤修一、佐藤修一でございます。本日はこの堀内橋駅をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。おはようございます。おはようございます。ご登場の皆様、そして堀内橋駅周辺の皆様、本日は、この場をお借りいたしまして、お伝えさせていただいております。佐藤修一でございます。最低賃金は、1500円。中小企業には支援をしてまいります。まあ、余裕がないという企業も多い。そのためにも、しっかり消費税は廃止にしていく。中小企業いじめの消費税は廃止をしていく。そして、輸出スタッフ、等々、しっかりと応援をさせていただく。では、新選組、佐藤修一の方針であります。全国一律の1500円となれば、地方に移り住む人も増えてくるでしょう。地方の企業も人材確保、おはようございます。これやりやすくなります。おはようございます。しっかりと、皆さんのお給料を引き上げる。先頭に私、佐藤修一、そして、令和新選組が立ってまいります。おはようございます。私、佐藤修一で、ございます。本日は、この古市橋駅前におきまして、お伝えをさせていただいております。おはようございます。ご登場の皆様、そして、古市橋駅周辺の皆様、そして、通勤通学途中の皆様、おはようございます。私、佐藤修一。本日は、この、古市橋駅、お借りいたしまして、お伝えとさせていただいております。一週間、お仕事、お勉強、誠にお疲れ様でございました。今日が、一週間最後と、いう方もいらっしゃる、多いと思いますが、本当に無理のない程度に頑張っていただければと思います。本当に頑張らないといけないのは政治であります。個人の努力ももちろん、尊いことでありますが、しかし、みんなを救えるのは政治であります。予算や法律という形で救えるのは政治であります。おはようございます。私たち、令和新選組、正規公務員、非正規の公務員の方は、正規でしっかり仕事をしていただく。差別や外してなく、国が実際が検討に立たなければならんのではございます。いってらっしゃいませになっております。介護福祉士、元県庁マンの佐藤修一で、ございます。一週間のお仕事、お勉強、誠にお疲れ様でございます。今日、一週間最後という方もいらっしゃると多いと思います。無理のない程度に頑張ってください。本当に頑張らないといけないのは今、政治ではないでしょうか。佐藤誠一、その先頭に立ってまいります。皆さん、家族を増やし、皆さんの負担を増やす、良質な雇用を舵を切っていこうではありませんか。おはようございます。この20年、30年、そういった流れを改めよう。これ世界の流れにもなってきております。そして、この気候変動、議定は争っている場合ではありません。平和憲法を生かした外交は、やはり災害救助、そういうことで、貢献する日本ではないでしょうか。防災省を作って、国内外の災害救助に、貢献していただきます。私、佐藤修一として、令和新選組の政策で、外交政策でございます。安くて追い出されない住宅を確保する。
前の方は建てたはいいけど、水害で流された。ローム二重になった。そういうリスク、持ち家では付きまとっていきます。そんな時、安くて追い出さない住宅があれば、助かります。若い方、給料が下がって、仕事がない中で家を失う。そして、年配の皆さん方は、山の上の方にマイホームを作ったけど、年を取ってから、おはようございます。住めるような適切な場所がない。そういう方多く来られます。安くて、追い出されない住宅、あるいは、家賃補助、こういったものをしっかりしていけば、本当に多くの人が助かるのではないでしょうか。住まいを堅持と、住まいは堅持。しっかりその考え方で、私たちの周知、そして、令和新選組、取り組んでまいります。おはようございます。本日はこの古市橋駅前、1945年8月6日、小説黒い雨の主人公、静山重松が被爆した、この場所におきましてお伝えさせていただいております。原発なき脱炭素、これしっかり取り組んでやります。最初にガソリン税、ゼロにしといて、ゼロにしろと言っといて、原発脱炭素ないだろうと言われるかもしれません。まあ、しかし、まず、今の状況では、やはり車を使わないと、ガソリン車を使わないと、生活できない人が多い、仕事にならない人が多い、そういう状況があるわけです。そういう状況を改めていくということが大事なわけです。おはようございます。今は負担を増やしつつ、中小企業は脱炭素、そして原発はしかしすぐやめる。そういう方向でやっていこうではありませんか。もう伊方原発。例えば伊方原発。皆さんのお家の半分以下の耐震性しかございません。こういうものを動かしておけば、本当に広島市民にとって大変なリスクであります。私、佐藤修一、そして令和新選組、しっかりと原発なき脱炭素に取り組んでまいります。残念ながら、この広島、与党も野党も、国会議員の多くは、原発なき脱炭素に、これ、消極的であります。中央では、立憲民主党さんも含めて、原発なき脱炭素、合流しているわけですけど、広島では、残念ながら、与野党ともに後ろ向きな傾向があります。しかし、広島で、だからこそ、世界で最初の戦争を広島だからこそ、そして気候変動による被害を受けている、災害で何度も被害を受けている、今年も神谷市と山本、あるいは西区、あるいは秋田方市、東北被害を受けました。本当にそういう地だからこそ、おはようございます。しっかりと原発なき脱炭素、戦闘に立たんと意見論ではないでしょうか。大きな組織には、そっとせず、ガツッと進めていきましょう。もちろん、原発で働いておられた、各地で働いておられた皆様には、しっかり、廃炉担当の公務員としての、お仕事、ポストは用意してございます。安心して、私、佐藤修一、あるいは、令和新選組へのご指示、こういった原発、査定の労働者の皆様を、ご検討いただければ幸いでございます。ガツンと皆さんの所得を引き上げ、皆さんの負担を減らし、良質な雇用を生み出す、暮らしを安定させる、そして、平和憲法を生かした外交、核兵器廃絶、そして、また、しっかりと、原発なき脱炭素、これを進めていく。その先頭に私、佐藤修一、そして、令和新選組、立ってまいります。奨学金は、さら、消費税は廃止、ガソリン税は当面ゼロ、そして、最低賃金は、年数1500円、
皆さんの所得を引き上げて、その戦争に勝ってまいります。何があっても心配するな。そんな国をあなたと一緒に作りたい。その戦争に私、佐藤修一、この広島では勝って参る、参議院選挙を前に勝って参る覚悟でございます。ついに就学途中の皆様、私、佐藤修一でございます。最後、福祉士、元新庄湾の佐藤修一でございます。一週間のお仕事、誠にお疲れ様でございます。今日金曜日、最後のお仕事、あるいは登校、お勉強という皆様方もいらっしゃると思います。ぜひとも、お気をつけて、無理のない程度に頑張ってください。本当に頑張らんといけんのは政治であります。お一人お一人のご努力ももちろん大事でありますが、尊い時期でございますが、みんなの暮らしを良くすることができるのは政治だけであります。予算と法律でできるわけであります。私、佐藤修一、その先頭に立ってまいります。新選組の皆さんと一緒に、その先頭に立ってまいります。ご通行中の皆様、そしてまた古市橋駅周辺の皆様、長時間、お騒がせをいたします。私、佐藤修一、介護福祉士、元選挙マンの佐藤修一、核兵器も原発も環境破壊も貧困も戦争もない、エコで平和で真摯な世界を広島から、佐藤修一。何があっても心配するな。そんな国をあなたと作りたい。佐藤修一、あなたの所得を引き上げ、あなたの負担を減らし、そして、あなたの暮らしを安定させる、その戦争に立ってまいります。そして、広島の技術を生かしながら、脱と、この広島から原発なき脱炭素にも、これ取り組んでまいります。立ち位置禁止条約。私の親父も広島駅の裏に住んでおりました。原爆の直前まで住んでおりました。もし、引っ越しが遅れておれば、私は存在しません。立ち位置禁止。私の原点であります。立ち位置も原発もない世界を作る。その先頭に立つこともお約束いたしまして、私、佐藤修一、この古市橋駅前、1945年8月6日、小説、黒闇の主人公、静山茂松、横浜駅に被爆後、さまよいながら、たどり着いた、この古市橋駅前におきます。私の今日、2021年12月17日のご挨拶を終わらせていただきます。最後までご協力、ご清聴誠にありがとうございました。はい、皆さん、最後までね、ご協力、ご清聴誠にありがとうございました。それではね、また良いお年をお過ごしください。